皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。ミンです。ユーリーワールド実況プレイ最終回になるかな。ここが終われば、なんかさ、ここの上から見える的な感じなのかな。この蜂さん倒すとか、あ、蜂倒してもどうにもなんない、この辺を見ていく的な感じか。この辺、あ、いた、ちょっと危ない、ちょっと待ってよ、これはひどすぎる。いたな。オッケー、クッパが来ます。これクッパが来たところで、ほい、これをねゲットしましょう。そうすることで多分いいよ、速攻帰るんじゃない。ちょっと待って、他のところも探さないといけないからね。よし、いた。あ、到着したらすぐにくれるんだ、やったね。孤立キノピオ探検隊、いやこれ見つけるのむずいわ本当に。あそこの左側にさ、あれあるんだっけ、猫ちゃん。よし、次行こう。次見つけてないところ、これ猫ちゃんどこにいんだっけな。ここ猫っ子もわからん。猫マンマウンテンのちょっと猫社員チップ5枚やってみますか。どこにあるんだろう、行ってないところ、行ってないところか。これは踏んでもど、あー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 、待って、あー、危ないし、危ないし、ちょっと待って、もう危なすぎる本当に。よーく見ていこう、上から眺めて、上から眺めるっていうことと、ちゃんと行けるところまで確かめるっていうことをね、まずやんなきゃいけないね。ここは結構何度も見てはいるんだけれども、ここの下とかね、ここの下もちょっと見に行きたい部分もある。よし、でここと、あとこの下もね、行けるもんなら行きたい。あ、待って、違う、うわー。でここが端っこ行って確認する。あ、やった、猫ベル、猫ベルがあるね。ちょっと待って、猫ベルがあるってことは猫を使った方がいいってことなのかな。ちょっとこれも端っこまで行ってみよう。でここはね、あ、なんかコインが見えるんだけど、コインはいい。あそこのパウに行っちゃうとあれだからな。ここ下行ける、待って、下行ける、あ、なるほど、はあ、そういうこと。あったよ、みんな、あったよ。これずっとないって思ってたの。あ、あとこの周辺にある猫子か。よし、そうしたら、ちょ、待って、危ないって。この辺の猫子、ここを確認しなきゃいけないんだけど、あ、待って、ちょっと待って、落ちて死んだ。やらかしたね、これね。もうちょっと上に行く。あ、でもこれそしたら頂上まで行っちゃわない、この辺。あ、今お口の中に入ってるのか、なるほど。でこれで押してからの、ここが何もなかったから上に行く。あそこのでも真ん中にパウがあるんだよね、この辺。あ、なんかいるな、ラクダが。あ、待って、猫子ってそこもしかして。あ、キノコはいらんけども、ここに、いや、ゴールドは今いらないかな、やっとくか一応もしかしたら最終回っていうね。よし、入っていこう。え、どうしよう、これでさ最終回にならなかったらめちゃめちゃウケんだけど。あ、これね、クッパジュニアのお助けをね、最強レベルにしてある。いいね、今までよりも全然働いてくれてる気がするじゃあこっち行こう。あれどこだっけ、あ、ここの下か。うわ、なんだこれ、は、待って、あ、なるほど、あいつを倒したらもらえるよ的な。いや待って、まだもらわないまだもらわない、ちょっとこれクッパ来るから。うわ、猫ちゃんいっぱいいるね。あ、いなくなった猫を探さねばならない。あ、なんかいるぞ、え、ちょっと待って、あはははは、ここでめちゃめちゃのんきかよ。遭難キノピオ探検隊、のんきすぎるでしょ今のあの子一人だけ笑ってたんだけど。
オッケー、そうなったらあと猫ちゃんを探しに行かなきゃいけないか。ここ猫っ子、これが終わればもう基本的に終わりなのかな。いや私さ、もしかしたらなんですけど、このねゲートの上にいた子、あれゲットしてないんじゃない。ちょっと確認させて。あーほら、あのゲートの上の子だ。いろいろ探し回ってもいないはずだわ。なるほどね。ちょクッパ早く戻ってきてくんねえかな。ちょっとやばいやばいやばい、どうしたこれ。あ、来た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 、早く急げ急げ急げ。なんかさずーっといねえなって、しかも記憶違いだし、もう普通に攻略読んじゃったし最悪。やばいやばい、ちょっとこれね猫ちゃんをゲットしましょう。この子ですね、この子。やっとだよお前この野郎。でそしたらプレッシーに乗れるから、プレッシーに乗ってこの子をね届けに行きます。うわー、最初の方だったね。あ、甲羅が泳いでる。最初の時にやってなかったやつを私は普通に勘違いしてたという、そんな感じですね。おいで。よかった、ずっと探し回ったのに。え、待って、これが終わったらもしかして他のところにいる猫ちゃんを集めるのかな。え、これで99個。え、あと1個どこ、間違えた、猫子、猫子。OK、 じゃあワープしていきましょう。で、猫子、遺跡じゃない、あ、なんかいるな。あ、で、この子たちを捕まえていくのか。なるほどね。うわー、これまたクッパ来たらやべえやつだし、帰れない。どこ、どっちだ、あっちか。あ、待って待って、帰り道がわかんない、マジでわからん帰り道。ちょっと待って待って待って、あそこかな、あそこだな。はい、行けって。ほやほらほら、お母さんとこに戻れって。ええ、待って、これこの子を連れてきたけどここじゃない感じ。え、一回ここ行かないといけないのかな。え、やばいって、それは猫ちゃん。猫子どこ、やだクッパやだ。あ、あー、母猫、母猫が黒くなってしまった。いやー、マジか、もうすぐ終わるなって思ったのに、また時間潰すしかないね。母猫、あ、いた、戻ったみたい、正気に戻った。母猫正気に戻った。おかえりって言うから、もう今日これで終わらせるから、猫ちゃん集めてくるから、そんな泣かないで。いや、私にはプレッシーがいるからさ。あ、待って、これどうやって連れてくるの。あ、いるし、ここに。あれ、おかえりってか戻った、戻ったんだね。ちょっと猫になっといて、猫になれば多分ついてきてくれるんですよ。なのでこれ通れる。通れないよね、そりゃそうだ。じゃあどうやって行くのかって言ったら、あそこに行かなきゃいけないか。いや結構めんどくさいね。ちょっとフレッシュ入れ、フレッシュ、よし来た、いい子だ。でこれ乗って、ちょっとね、クッパが来るまでの時間がねマジで短いので、ここに乗ってかなきゃいけない。なるほど、なんでここだけ筒じゃないんだろうって思ってたら、連れてくるためだ。1匹目がこれ、2匹目3匹目、もう全部こういう風にやんないといけないって感じかな。1匹目、はい、2匹目来ましたよ。でこっちか、こっちの橋にいると。なるほどね。あ、でもさ、この周辺で、え、待って、なんかここにウサギいんだけど、関係ないよね。ウサギ恐怖症だよマジで。でこの子をゲットして、あ、ちょっと待って、なんかすごい荒ぶってんな。でここで捕まえていけると。よし、ほいほい、早いね、3匹目。泣かないで。よし、4匹目行こう。ここのね上にいるあの子をゲットして。早いね、いいよいいよ。あ、で私猫ちゃんにならないと、そっかそっか、猫ちゃんにならないと逃げちゃうから、ここで降りるって感じかな。ほっ、いいよ。で上に行くと、待って、もうクリアになるんじゃない、やば。あ、やべ、投げちゃった、投げちゃった、ごめんごめんごめん、投げちゃっただけ。で
ラスト1匹あそこにいるね。今ねメニューとマップの下にいたね。はい4匹目お待ちよし。でラスト1匹なんですけれども、ラスト1匹がさっきそこにいた、そこにいた。よしお待たせ。よし来るよ来るよ、みんなみんな100個目の奇跡、100個目を集める時が来ました。だいぶね長い時間かかったんですけれどもこれでクリアになる？やったー荒れ地の迷子の子猫ちゃん、あ、おめでとうございます。猫社員をコンプリートしました。ギガベルから声が聞こえる？あ、すべての猫社員の力で最強の怪物に挑戦できる。嘘でしょ？ちょっと待って、挑戦できるとはこれですよね、きっとね。挑戦できるとはどっから来る？あ、やめて近寄らないで。ちょっとあんたダメだよ、スターがある。で多分これをもうゲットするんでしょ。あ、なんか白くなってんだけど顔が。嘘でしょなんかヒゲ白くなってない？うわ出た、またでかくなったけど、最後恐竜っていうかさ、ほらあれ髪の毛白かったっけ前まで。あー嫌な感じ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 だよ。来るんでしょこれね、え来るんでしょ、ほいシヤッホー、やばい、しょっぱなやばいやつ待って、え、これさ今までより難しくなってるんだったらちょっとやばいと思うんだけど、大丈夫そう？それは大丈夫？ここね、このうわ来た、ほい、うわ待って、それはやばい。座って、ほいほい。でここで一回お見舞いして大きくなる、ほあ、でいけるいける、ちゃんと投げて、急げ急げマリオ急げって、ほいヒップドロップ。ちょっと待って、これさなんかベルなくない？ほいこれでこいつのど真ん中にヒップドロップする。あ、待ってコーンコーンって来ないよこれ。待ってベル復活してねえんだけど。おい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 、あ、大丈夫？いける？え、何それ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 、そんなところに止まる？ちょっと待って、こっちね、持っとこう持っとこう、持っておくだけ意味がある。いや、そんな中途半端のところに立たなくても、そんなさ、いや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 、お前それはずるいて、それはずるいて、おいあ、で、そっち今度はそっち、なんか中途半端なところにさっきからいるからさ、やめて。これさそのマグマに入っちゃえばいいじゃん、もう入っちゃえばいいって。おっそっちさ、ちょっと待って、足めちゃめちゃ取られるんだからさ、そっち、あ、しかも世界の外、世界の外って感じ。そっちごめん、行っちゃいけないところだったよ。これでもう一回やる、おあー届かない、いや来るんかい、おい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 、はい、危ねえ。なになになに、あ、なに、あ、そういうのもありなの？あ、じゃあ持っとくだけいいじゃん、持っとくが勝ちじゃん今のやつ。これでやると、はいいや、これ次のヒップドロップで勝てる？あ、ちょっと待って、ここでドン、勝った。今まででさ多分一番最速で勝てたんじゃないこれ。え、これで、あれ今までって髪の毛ほんと白かった？で、吐いて、え、これスキップしたらやばいかな。あー今までと一緒だね。でサクッと倒してきます。よし終わった長かった、めちゃめちゃね、ちっちゃいマリオになっちゃってさ結構使ったんだけど、私のこの出してる再生リストの中で、ね、3回目なんだよねきっとこれが。ここも同じ、なんか途中全然変わらなくてスキップしてみたんですけど、これなんかライオンマリオになってるね、なんかあるのかな。え、まあこれでコンプリートってこと？完全攻略的な感じでいいのかな。全部これになってる。え、
最後のムービーさスキップしちゃったんだけどさ、しちゃダメだったのかな。え、変わりねえじゃんって思ってさ変わりねえじゃんって思って私スキップしたけど、そこで何か他のやつが見れたのかな、どうなんだろう。で、ここにいたさ、キノピオじゃない、キノピコ、あ、みんな集まってんじゃん、いやだ、イエーイイエーイ、いや、みんなめっちゃ手振ってる、ウケる。ってことでフューリーワールドは今回で終わりになるとは思うんですけれども、まだね 3D ワールドの、あのワールド級のための星集めがねまだ全然できていない状態なので、そっちもねちょこちょこまた集めつつおいおい動画にしていけたらなと思っております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。